この動画はインフィニオンの提供でお送りします。こんにちは。今日はゲームパッドを自作します。こちらが今回作るゲームパッドです。このゲームパッドの何がすごいかを最初にネタバレすると、ジョイスティックのドリフト現象が原理的に発生しないゲームパッドです。ゲームのコントローラー、特にジョイスティック部分を酷使していくと、操作を入力していないのに少しずつずれていくような現象があるかと思います。これドリフト現象です。このドリフト現象が原理的に発生しないコントローラーを自作します。具体的にどうするかというと、磁気センサーの一つであるホールセンサーを使います。こちらのホールセンサーです。産業向けの装置でホールセンサーが使われることは多いです。近接センサーとか電流を測定するセンサーとかにも使われます。探してみると結構いろいろなところにホールセンサー使われているんですね。そんなわけで今日はホールセンサーを使ったゲームパッドを自作します。ちなみにこちらのゲームパッド、今回5名様にプレゼントします。動画最後まで見てぜひ応募してみてください。そもそもなぜジョイスティックにドリフト現象が発生するのか。ドリフト現象というのは、ジョイスティックを倒していないのになぜか倒した状態と認識されてしまう現象です。例えばジョイスティックを使うゲームですと、ゲームのキャラが少しずつ動いたりしてしまいます。中身を開けてみるとこうです。ここに可変抵抗が2つあります。ジョイスティックを傾けると可変抵抗も一緒に動きます。なのでこのように可変抵抗に加わっている電圧が変わります。今は縦方向でしたが、横方向に動かすと今度はこちらの色の電圧が変わると。このようにグリグリ回していくと、それに見合った電圧というのが出ます。ジョイスティックの電圧を XY 表示にするともう少し分かりやすくて、このように傾けた量に応じて XY の移動量が分かります。ここでようやくドリフト現象についてです。ドリフト現象が発生する原因の一つに、可変抵抗部分の摩耗があります。つまりすり減って壊れます。実際に可変抵抗の中身を見てみるとこのようになっています。こちらが抵抗の部分、そしてその抵抗の部分に金属を当てます。でその金属の部分がこの抵抗体のどこら辺にあるかで抵抗値が変わります。こちらの抵抗の黒色の部分は炭素でできています。炭素と金属が接触することで炭素部分がすり減って抵抗値が変わってきたり、電圧値が飛び飛びになったりします。抵抗値が変わったり電圧が飛び飛びになるということは、擬似的にジョイスティックの倒れ方が変わってしまうことになります。これがドリフト現象が起こる原因です。ジョイスティックの可変抵抗部分が摩耗してくると発生してくるものになります。次が本題で、どのようにしてドリフト現象が発生しないコントローラー、ジョイスティックの部分を作るかです。ホールセンサーを使います。ホールセンサーというのは、ホール効果を使って磁界の強度を読み取るセンサーのことです。ここにホールセンサーを用意しました。今日のスポンサーのインフィニオン、まあ、パワー半導体が非常に有名な会社なんですけども、こういったホールセンサーも作っています。このホールセンサーに磁石を近づけるとどうなるか。はい、このように電圧が変わります。磁石の極性を逆向きにするとこのように電圧の方向が逆になりました。このホールセンサーをジョイスティックに使おうというアイデアなんですね。ここでポイントなのが、可変抵抗式のジョイスティックは接触部分が摩耗するけど、こちらのホールセンサー、接触する部分がどこにもありません。つまり摩耗がないんですね。ジョイスティックはこのように非常に酷使されるので抵抗の部分が壊れてしまうんですが、ホールセンサーを使うとセンサーの部分は基本的に壊れることはなくなります。今のは1次元のホールセンサーでしたが、インフィニオン 3D ホールセンサーなんてのもやっていて、こんな風にできるのもあるんですね。これすごくないですかね。このジョイスティックの先端部分に磁石とホールセンサーがあって、このようになると、これ初めて触った時、こんな激ヤバデバイスがあるのかと思いました。これまんまジョイスティックなんですよね。他にもスライド式や回転式のホールセンサーもあります。今回使うのはジョイスティックとして最適な 3D ホールセンサーです。 IC 一つで完結するので作るのも楽ちんになるかと思います。では実際に作っていきます。今回作るゲームパッドなのですが、かなりこだわって作りました。こちらの基板本体、ソフトウェア、機構設計などは全て自社でやっています。今回基板の色は白色でやっています。黒にするか迷ったのですが、白の方がそれっぽく見えます。あと黒は割とありきたりな色かと思います。まず必要な部品をハンダ付けしていきます。まずは背の低い部品から。これが今日の主役、 3D ホールセンサーです。
これはアナログ値ではなくて I2C を使ったデジタル値をやり取りします。中はアナログなんですけど、最終的な出力値の部分についてはデジタル値です。なので比較的簡単に使えて、アナログの周辺回路が必要ないのも良いです。今回は表面実装の SOP6 を使っているので、部品としては大型です。ゲーム機メーカーが実際に製品に使う場合は、フットプリント面積の制約がきつくて、こんなでかい部品使ってらんないと思うかもしれません。なのでインフィニオンではウェハーレベルボールグリッドアレイパッケージも用意しています。こちらです。指先に乗せていますが超小さいです。約1ミリ。左がストップ、右が WLB です。裏から見るとウェハーも見えるやつですね。こちらですね、まあかなり製品の採用を狙って作っているものです。今回はゲーム機にこちらのホールセンサー使っていますが、他の民製品や産業機器にも広く応用できます。次はジョイスティックの部分です。既製品のジョイスティックの機構はかなり洗練されています。一見の動画ではそういった機構を作る時間とお金がありませんでした。なので基本アイデア勝負になります。 3D プリンターでいろいろ部品を作ってみました。まずどの形状が一番ジョイスティックとして良いか試してみました。これはゼロ次試作の機体です。一見のブレッドボードで作ってみました。こちらがジョイスティックの部分です。板バネの先端にこの裏側に磁石を取り付けるような構造にしています。板バネを使っているのでかなり復元力は高いです。しっかりとしています。なのでジョイスティックとしての性能はかなり高いです。ですがこの構造ですと、こちらの横方向縦方向には対応しているんですが、押し込み方向には対応できないという欠点がありました。あとちょっと見た目が少しダサいんですよね。次の試作品です。こちらは 3D プリンターで作ったものになります。このバネの部分も 3D プリンターの樹脂で一緒に印刷してみたんですね。こんな感じで動きます。ジョイスティックとしてはそこそこ動作します。ですがこちらを強く倒し込んだ時に、このバネの変形が強すぎます。そうすると樹脂が変形して強く押し込んだ時に原点まで戻ってきてくれません。あとはこちらの先端部分に磁石を仕込んでいるのですが、その位置がなかなか安定していません。なので強く操作するとこの先端部分がホールセンサーに衝突してしまいます。こちらは試作品としては良いのですが、機能的には NG です。そして次、こちらが実際の採用したものになります。お分かりでしょうか。ボールジョイントを使っています。これは弊社の制作陣のアイデアです。でこれがバッチリとハマりました。このボールジョイントの部分に操作する部分を差し込みます。そして先端部分に磁石を仕込んだものをここにくっつけると、こんな感じで組み付けるんですね。これですと先端に仕込んだ磁石が球面上を動きます。ホールセンサーに衝突することもありません。またセンサーから取ってきた値もジョイスティックとして使うには完璧です。まあ、こんな感じで動くんですね。なかなかいいです。ここにオーリングを入れました。この締め付け具合を調整することで操作の重さであったり復元力を調整できるようになります。これなかなかいいアイデアです。あとは部品交換が楽というのもあります。こちらのボールジョイントが摩耗した場合でも部品交換のコストが安くなります。このように非常に取り外しやすいですし、 3D プリンターで印刷した部品の代金というのも非常に安いです。センサーとジョイスティックがこういうふうに重ね合わさって、そしてここをグリグリと操作すると、これでジョイスティックの機構部分の完成です。これね、非常によくできてます。組み付けは後にして他の部品をハンダ付けしていきましょう。次は押しボタン部分です。最初はですね、こういったよくあるしょぼいタクトスイッチを使うか、他のスイッチを探すか検討しました。感触が選べるキーボードのスイッチも候補に入っていました。いろいろと試作検討した結果、ボタンは信頼性が大事だということで、こちらの100万回耐久性のあるオムロンのタクトスイッチを使うことにしました。ちなみにですね、こちらのタクトスイッチ押すと光るようになるんですね。そういった動作するように回路設計しました。押し心地もね、なかなかいいですね。ちなみにこちらのスイッチ1個500円から700円程度します。こちらもぼちぼちハンダ付けしていきましょう。こんな感じでね、ボタンを一つずつ入れていきます。結構時間のかかる作業です。こちら親指で操作する基板なんですけど、指で操作する LR12 の基板も作っています。こちらにもオムロンスイッチを使っていきましょう。はい、スイッチのハンダ付け完了しました。なかなかいいですね。次にこちらのディスプレイを装着します。
ディスプレイついてるゲームパッドってあまりないですね。今回は自作ゲームパッドということで、詰め込めるものはとりあえず詰め込んでおくことにします。ディスプレイがあるのでデバッグもできますし、ゲームパッド単体でゲームすることもできてしまうんですね。後々のことを考えるとディスプレイあった方が良いです。このディスプレイ結構固定が難しいので、もう接着剤でいってしまいましょう。接着剤をつけて、そして貼り付けです。なかなかいい感じですね。裏もハンダ付けですね。次にマイコンの部分ですね。今回はラズベリーパイピコを使います。試作品の段階ではこちらのアウデュイノマイコンを使っていました。ですが将来的な拡張性などを考えて、ピン数の多いラズパイピコを今回は使います。あとピコの方が基本的な性能高いです。大体の部品をハンダ付けし終わりました。ですがこちらの裏面ですね、ハンダ付けの後のフラックスがものすごく汚いので基板洗浄します。こちらのスイッチとか洗浄不可なので、こういう風に歯ブラシとかで、まあ根気よくゴシゴシやるしかないですね。で基板洗浄が終わりました。こんな感じでめちゃくちゃ綺麗です。でこの後2つの基板を接続していきますが、その前にこちらのジョイスティックを先に組み付けてしまいます。こちらのジョイスティック部分のネジ止めについては特に難しいことはなくて、まあこんな感じでネジ止めしていって、裏面のナットを締めていけばもう完成ですね。止め方も結構シンプルなやり方でいきます。一箇所だけ設計ミスってるところがあって、ここですね、金属製のナットでやってしまうと白いレジストが剥がれた時にグラウンド線と信号線が接触してしまうので、ここだけナイロンナットにしています。他は金属製ですね。締めていきます。組み付けた後ですが、こんな感じで動きます。これね、結構いいです。割とガシガシやっても壊れないので操作感はかなりいいですね。先ほども話したんですが、ここのオーリングの締め付けでの操作の倒れ具合というのもかなり調整はできるので、そこら辺も使う人の使い心地に合わせて変えられるようになってます。あとは持ち手の部分を工作していきます。今回アクリル板をこちらの裏面に貼り付けるのですが、それを支える構造と、あとは持ち手の部分ですね、それをくっつけていきます。よし。こちらの2枚目の基板についても一緒に取り付けられるようになっています。だいぶ形になってきましたね。1枚目の基板と2枚目の基板の接続なんですが、今回はフレキシブル基板を使うことにしました。大量生産する場合はコネクタ一択かと思います。コネクタを使わない場合、ピンヘッダーなどを使うと安く仕上がりますが、見た目が完全にダサくなります。この2つの欠点を克服するのがフレキシブル基板で、直接接続することです。完全に見た目重視ですね。フレキ基板の断面をこんな感じで切断します。直接ハンダ付けするんでね、断面の金属は露出してないとダメなんですね。よし、いけました。ここの部分でしっかりと合わせてハンダ付けすると、で他の部分もやってしまいます。うん、なかなかいいですね。最後なんですけども、アクリル板を仕込んで完成です。接着剤を塗り塗りして、ちょうどアクリル板が入る隙間があるので、ここに、はい、あとはこのまま固まるまで待てばゲームパッドの完成です。イエーイ。実際に組み上がったものがこちらです。今回3色作りました。プレゼント企画、こちら5名にプレゼントしますが、どの色が当たるかはお楽しみです。ちなみに個人的なお気に入りはこちらの青色ですね。では実際に電源入れてきます。液晶のところ見といてくださいね。こんな感じで出て、はい、今使えるようになりました。今撮影の関係でここに筋が走っているように見えますが、実際に肉眼で見る場合はこの現象は発生しません。このゲームコントローラーね、めっちゃいいんですよね。見た目とか光とか、まずこの裏面にですね、LED を仕込んであるんですね。これ起動時にですね、結構演出するようになっています。もう一回電源を入れるとこんな感じですね。この LED がこういう風に光って演出するようになります。で起動が完了するとこういう風に定常的に光るような状態になると。まずボタンを押していきますかね。こんな感じでボタン押すと光ります。こんな感じで、まあ、ちょっと光弱いですね。もうちょっと強かった方が良かったかなとか思いますね。でもあんましギラギラしても邪魔かと思うので、このくらいの控えめな感じにしておきます。この LR ボタンも当然ですが光ります。今回作ったゲームパッド、複数ボタン押しに対応しています。当然複数ボタンを押すと光りますし、この液晶のインジケーター見ておいてください。
はい、このように、同乗し全て対応しています。そして左手側の矢印キーですね、こういうふうに上下左右対応していますが、斜め方向にも対応しています。で、今どのボタンを押しているかというのもこちらの液晶で確認できます。こんな感じですね。一応スタートセレクトも用意しています。こんな感じで、はい。で、インフィニオン製のホールセンサーがどのように動いているか、ホールセンサーが今どの方向を向いているかというのをこちらもですね、液晶の方に表示していると。これなかなかよくできていると思いませんか。で、やっぱりですね、この 3D プリンターで設計した機構の部分の作りがやっぱ若干ですね、甘いんですね。ですので、こちらのジョイスティックの部分をこういうふうにちょっとですね、まあ戻してあげるっていうか、まあそういったものはありますね。ただ基本的にゲームをする時点では問題なく動くかと思います。で、こちらのホールセンサー、 3D ホールセンサーを使っています。当然こちらの上下そして左右ですね、 3D 方向ですので、押し方向、はい、押すとインジケーターの表示が黒くなりました。この黒くなったということはボタンが押されたというものを示しています。当然右側も同じように対応しています。ですので、従来のゲームパッドと全く同じように使えてしまうわけです。こちらのインフィニオン製の 3D ホールセンサーを使ったゲームパッドを欲しい方、ぜひね、プレゼント企画応募してみてください。5名当たりますので、かなり確率は高いはずです。では次にこちらのゲームパッドを使って実際にゲームをしてみます。ちなみに PS5、Xbox には現在のところ対応していません。パソコンのみです。パソコンだけで使えるようになっています。プレゼントが届いて実際に使う場合はその点だけ注意お願いします。というわけで実際にゲームをやっていこうかと思います。普通にできるかと思うんですけど、どうでしょうか。お、いけますね。こちら問題なく操作もできています。ここら辺も、まあ、適当にやりますか。ここはキーボード使いますね。一鍵で、で、これでいきましょう。で、今ダークソウルっていうゲームをプレイしているんですが、こちらのゲーム基本的に全てのキーを使います。こちらの R1、R2 と L1、L2 もそうですし、で、あとはこちらの丸ボタンですね、で、×ボタンとか三角ボタンとかも、まあ、いろいろ使うゲームです。ジョイスティックについても視点の切り替えや、あとはこのキャラクターの移動ですね。で、あとはこういった敵が今見えてるんですけど、この押しボタンで敵をロックする時も、こちらの操作キーを使います。はい、敵をロックしてこういう風に、おー、はい、問題なくプレイできていますね。なかなかいい具合にできています。ちょっと説明し忘れたんですけど、ジョイスティックの段階ですね、例えばこういう風にちょっとだけ倒すとこういう風にゆっくり移動しますが、思いっきり倒すとこのように、移動も速くなります。こんな感じですね。はい、で、ちょっと難しいボスと今戦っていますが、このように、はい、問題なく操作できてしまいます。はい、勝ちました。こういう風に普通に使えてしまいますね、こちらのゲームパッド。はい、というわけで今日はインフィニオン製の 3D ホールセンサーを使ってドリフト現象が発生しないゲームパッドを自作しました。こちらかなりこだわって作っているので、完成度もなかなか高いものになっています。動画を最後までご覧いただいた方にプレゼント企画のご案内です。今回合計8台作って、そのうちの5台を視聴者の方にプレゼントします。概要欄とコメント欄にあるインフィニオンの応募ページからぜひ応募の方をお願いします。今回のゲームパッド、かなりこだわって作りましたし、部品代だけで2万円超えています。二度とないプレゼント企画なので、このチャンスを逃さないようにお願いします。あと、ゲームのハードウェア設計の人もコントローラーにこちらの 3D ホールセンサーをぜひ使ってほしいですね。ドリフト発生しないので。動画を見てる方でもゲーム業界に知り合いの方がいたら、この動画をぜひ見せてください。今回はゲームパッドでしたが、こういったところの操作系の長寿命化が狙えます。ですので 3D ホールセンサーは産業機器なんかにも向いているものです。追加でインフィニオン関連のお知らせです。1月24日から26日、東京ビッグサイトで開催されるネプコンジャパンのインフィニオンブースで一軒がなんと講演します。講演内容はインフィニオンのパワー半導体、特に窒化ガリウムパワー半導体ソリューションについてです。ネプコンジャパンにお越しの際はインフィニオンブースにもぜひ立ち寄ってみてください。最後になりましたが、コメント、高評価、チャンネル登録、そしてプレゼントの応募もお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。
動画の最後になりますが、イチケンチャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。イチケンでは製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。